はい、どうも皆さん、ソロー、かげまるです。今回からこちらのゲーム、君が死ね、多数決デスゲーム、実況プレイやっていきたいと思います。こちらのゲーム、南紀大さんという方が制作したフリーゲームで、ジャンルはトークアクションレトロホラーとなっております。ホラーゲームですね。で、まあ、タイトルにもついてる通り、皆さん大好き、僕も大好きのね、デスゲーム系のフリーゲームとなっております。で、この作者さんの南紀大さんという方なんですけれども、実は漫画家さんで、僕ね、もともとファンだったんですよ。あのね、知ってる人は知ってると思うんだけど、真面目系クズの日常っていう漫画書いてて、僕単行本も持ってるぐらい好きなんですよね。だからそれもあって、まあ、その漫画家さんが作ったゲームってことで期待はさらに高まるばかりです。早速初めからスタートやっていきましょう。おーい、お、やあ、いきなりだけど君は多数決って知ってる？当たり前だ、知らない。まあ、知ってますね。あはは、怒らないでよ。答えやすい質問から会話は弾むものさ。おや、誰かそこにいるみたいだよ。青い人、多数決は大好きだ。多くの人間の意思を取り入れる民主主義のあるべき姿、争いを生まない方法だ。うん。赤い人、多数決なんて大嫌い。少数派の人間を黙らせるための手段に過ぎない。表に出ない闇を増やすだけだ。なるほど。なんか小難しい話をしてるね。ちなみに君は青い人と赤い人、どっちの意見に賛成するのかな？急に難しい話出たね。まあ、どちらも正論と言えると思うんだけど、まあ、物事を決めるのに手っ取り早いのは多数決の方なのかな。まあ、ここで、ね、時間かけてもしょうがないので、じゃあ青い人、お、え、ああ、死んじゃった。でもやったね。君と同じ賛成派の方が多かったんだ。結局、多数派が絶対なんだよね。集団で生きてくってさ。ん？何その顔。死ぬと知ってたら投票しなかったって？うん。やれやれ。そんなことじゃこの先進めないよ。そういうゲームなんだから。不満そうだね。そうだ、そこまで言うなら次は君の意見と僕の意見で多数決しよう。それじゃあ行くよ。おお、びしょ、びっくりした。こんな序盤からびっくりする要素来ると思わなかった。何これ。そう、このゲームね、クリックで進めていくんで、左クリックで、これは前に進んでるよね。ん？チャイムだ。今の女の子かな？変な夢を見てた。顎が痛い。机に突っ伏して寝てたからだ。え？顎痛めるような突っ伏した寝方ってめっちゃ辛そうじゃない？なんか。よく寝れるな。もうこんな時間。帰らなきゃ。急ごう。お、あ、レトロっぽい。あ、かわいい。サラちゃん。あ、すっかり真っ暗だな。あ、てかこの子今の後ろ姿の子じゃない？気になるところを立ちして調べてみよう。うん。とりあえずこのデータっての見てみようか。お、アイテム。特にない。ゲーム中に登場する用語を解説しています。なるほど。セーブしよう、とりあえず。あ、セーブの背景もかっこいいね。ああ、サーバーセーブしましたっていう下のやつが今一瞬ちょっと途切れて見えたけど気にしないで。園部のハイスクール。園部の高等学校。2年生の指導員サラちゃん。かっこいい名前だな。名字も名前もかっこいいね。指導員サラ。体重、あ、じゃあ身長が 164.5cm。体重が書いてない。まあ、プライバシーだからね。かわいい。なるほどね。で、所持金はゼロと。気になるところをタッチする。お、校庭の、池だ。深夜12時に覗き込むと水面に映った自分が語りかけてくるという噂がある。ぼっちには歓喜のスポットかもしれない。いや、いくらぼっちでも自分とは話したくないと思うな。そんなオカルト的な感じで。
気になるところってやっぱりこの光ってるところ、明かりがついてる。警備員さん、警備員さんかもしれない。いつもありがとうございます。お、感謝できる子はいい子だよ。こうして眺めると夜の学校は昼と全然違うな。うん、あるねそういうの。お、電気が。こんな暗い道を帰るのか。確かに女の子一人じゃちょっと危ないんじゃない。明かりは消えている。これはこっちか。学校の正門だ。ここを通らなきゃ家に帰れない。帰りたくない。うん、帰りたくない。お、誰かいる。誰かがいる。え、何。おー、びっくりした。ジョー。なんかパリピ出てきたよ。何その形のピン、ヘアピン、かっこよくない。あ、待って、よく見たらなんか耳にすげえ、待って、よく見たら手にもすげえアクセサリーついてる。チャラ男だ。でも俺が気になったのはこのね、右ポケット、右胸ポケットのなんか犬これでこのチャラさを全て払拭するギャップがあるんだけど、これギャップ萌えだね。何してんだサラ。ジョー、タズナ。ジョー、かっこいい。同じ学校に通う同級生、何かと一緒にいることが多い。ああ、友達だ。こんな遅くまで部活か？待ちくたびれたっつの。何、待っててくれたの？やさおじゃん、意外と。まあいい、いい。お前には言いたいことがある。言いたいこと？お礼だよ。お礼？何だったかな？ほら、前に紹介してくれたろ、りょうこちゃん。あら、ああ。めっちゃいい子じゃん。感動。何？かわいかろう。かわいかろうって。かわいい。ね、女の子紹介してあげたのね。今日なんかドネルケバブ一口で完食だぜ。一口で完食？食いしん坊だよな。そこかわいい要素なのか。まあ、確かにかわいいよね。いっぱい食べる女の子ってね。ドネルケバブを？なんでわざわざドネルつけるんだ。ケバブでええやろ。え、デートしてきたのか？ふんふん。ついさっきまでな。で、なんでわざわざ学校まで戻ってきたんだ。お前に自慢したくて学校戻ってきてやったんだぞ。え、すごい行動力。若い子はちげえな、俺も若えけど。家に帰ればいいのに。ああ、目標は達した。帰ろうぜ、サラ。お、移動。帰り道、やめる。あ、こういう移動方法か。じゃあ帰ろうか。あ、これでマップ移動できる感じか。なんか怖いな、右のポスターが。それでな、りょうこちゃんと俺はついに。いつまで続くんだろう、この話。聞いてんのか？すげえ進展したんだぞ。めんどくさい男だな。めんどくさい男だな。興味がない。キスでもしたのか？あー、でもちょっと聞いてみたいかも。キスでもしたのか？バカ言うな。最初のデートでそういうあれは、けだものって言うんだぞ。意外とピュア。この見た目で意外とピュア。ジョー君、好感度バカ上がりなんだけど。手を繋いだんだよ。とんでもない進展だろ。ピュアーこの子どこまでピュアなんだよ。ま、俺が速攻に落ちて、引き上げてもらっただけなんだけどな。それ手繋いだって言わんやろ、それ。手引いてもらっただけじゃん。見た目がチャラい割に奥手だね。あ、言いたいこと言ってくれたわ。あ？チャラくねえよ。チャラいよ。心外だ。割とマジで嫌だぜ。じゃ、とりあえずその腕輪とヘアピンを外しなよ。くそ。中学時代みたいに坊主にするか。あ、意外と似合いそう。悩み始めてしまった。ははは。にぎやかでいいじゃない。お、これまた調べる感じかな。不審者注意の張り紙が貼ってある。うん。調べれるところ、街灯とか？ぼんやりとした街灯が辺りを照らしている。この時間に帰ることはほとんどなかったから、とても暗く感じる。うん。どうした？手でも繋いでやろうか？はぁ？え？はいがあるじゃん。じゃあせっかくだから繋いでもらおう。あ、どうせご自慢の、握力で握りつぶす気だろう。やっぱなしだ、サラ。
そんな自慢ないけど。え、なに、握力すごいな、サラちゃん。マジな話、お前彼氏作れば悩みもなくなるんじゃねえの？寝れてねえんだろ、ストーカーのせいで。ストーカー？だからいつも一緒に帰ってくれてるのか？バカめ、俺は自慢したくてだな。すまない、ありがとう。邪魔だ、邪魔だって、かわいそう。絶対この子そうだよ、ピュアな感じから絶対そういう感じで来てくれてんじゃん。いいやつだなお前、ありがとう。何のことやら。まあ勝手に感謝すんなら止めねえけど。さて、ぼちぼち行こうぜ。親御さん遅いと心配しちゃうだろ。ああ、お、調べたくない、移動できないの？できない。右と、もうなんかほら髪型のシルエットが似てるよ。あ、ジョ、走って。は？家着いたな。大丈夫だ、ここまで来れば安全だって。ジョ、安心した、怖い。まあでも家に着いたことだし安心しとこうか。安心したよ、もし一人で帰ってたら。へへへ、あいつは私を見ていた。そうだね、めちゃめちゃ視線感じだよね。そして何か喋ろうとしていた。さ、親御さんが待ってるぞ、サラ。ああ、なあジョー、ありがとう。帰り気をつけて帰る、気をつけろよ。ああ、どっちも言いたいけど、まあでもやっぱりまずは感謝かな。ありがとう。いいってことよ、また明日学校でな。いやジョー、いいやつすぎ。この短時間でめちゃめちゃ好感度上がって、もう俺の中では親友なんだけど。さあ入るか。ん？家の明かりがついてない。本当だ。何、嫌な予感すんな。とりあえずポスト調べとく。ポストじゃなかった、ごめん、表札だったわ。LINE 来た、一旦カットします。はい、すいません、カットしました。ごめんなさい、 LINE 切るの忘れてたわ。実況プレイヤーとしてあるまじき失態、申し訳ない。しかもそしてその LINE の通知で結構ビクッとしたっていうね。ここの明かりはついてるんだね。玄関の、玄関を照らすおしゃれなランプだ。停電してるわけではないのか。あ、確かに。ってことは意図的に家の中の電気がついてないんだ。窓からはリビングが見えるが、明かりがついていない。うん、ちょ、もう一度セーブしといていい？一応一難去ったわけだし。うん、入る。見慣れた玄関のドアだ。あ、鍵が開いてる。嫌だね、これ移動で入るのか。入る？でも入るしかないよな。あ、倒れてる。暗い。なんで電気がついてないんだ。お母さん、お父さん、帰ってきてないの？観葉植物が倒れてる。なんだか家の様子が変だ。だよね。うわ、どっから行けばいいのこれ。リビング、2階自室前。トイレ、リビング。普段ならお母さんがテレビでも見ながら待ってるはずだが、両親の部屋に繋がる扉がある。階段。とりあえずリビング行こうか。あ、暗い、誰もいない。電気がついておらず真っ暗だ。おかしいよ、誰もいないわけないのに。あ、電気をつけよう。そうだね、これか。電気のスイッチがある。嫌な予感がする。待って、嫌な予感するなら一回他調べようよ。よくわかんないか。つけるしかないのかな。でもセーブしたし、先に2回行くべきなのかな。つけようか。嫌な予感するけどつけようか。よし、つけるぞ。あっ、
お母さん、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 しっかりして。呼吸はしている。気を失っているようだ。よかった、生きてはいるのか。どうしよう、どうしよう。なんか刺し傷とかはないのか。気を失ってるだけ。これなんだ、鍵が落ちてる。実の鍵、あ、手に入れた。なんでこんなところに。これは洗ったボトル、いつもの場所。おしゃれな器、家族旅行の写真、廊下につながる扉、両親の部屋につながる扉。こっち側とかは特に何もないか。幼い頃に亡くなった祖父の写真、壁掛けテレビ、特に何もない。え、どうしよう、一旦じゃあちょっと実質に行ってみるか。おお、来た。びっくりした、ジョー。よかった、サラ。ジョー、お願い、助けて。お母さんが倒れてるの。落ち着け。病院か警察に電話したか。まだ、電話しなきゃ。俺がする。へえ、からサラ、お前まず冷静になれ。ジョーは電話をかけ始めた。いやー、でもジョー、なんで戻ってきてくれたの。何をやってるんだろう、私は。気が動転してる。でも何かしないと。何か。とりあえず2階行ってみる。鍵使うか。鍵かかってる。実の鍵。これで開けよう。実の鍵を使った。ドアを開けた。あ、違うか。あ、お父さん？お父さんいるの？お母さんが倒れちゃったの。お父さん、どこ？え、あ、プロローグが終わったってことか。何その不穏な終わり方。う、あ、ここはどこだろう。目の前に見えるのは天井か。知らない天井だったやつか。なぜここで寝てるんだろう。状況を思い出す。自分を思い出す。まずは状況を思い出そう。確か私は家に帰って、そうだ、お母さんは、お母さん、勢いよく飛び起きようとしたが、できなかった、できなかった。頭に何かついてる。触って確かめる。私は恐る恐る触って確かめてみた。ベルトのような、機械のような。縛られてる。まるで拘束されてるような。嘘、いや、どういうこと。体温が上がる。一気に私の中に恐怖が目覚めた。やだ、ここはどこ、誰か。体の自由が利かない。捕まっちゃったのかな。頭だけでなく左腕や胴、足も固定されているようだ。動くのは右手だけだった。右手は動くのか。誰か。叫ぼうとして冷静になった。そっか、ストーカーのこと。あいつがお母さんに危害を、そして私を連れてきた。もしかして私は殺される。あ、ジョー、サラ、そこにいるのか。この声は、ジョー、いるのか、隣に。ああ、けど体が動かねえんだよ。なんとかしてくんねえか。ジョーも同じ状態なのか。ごめんね、今すげえ急にジョーも同じ状態なのかがダジャレに聞こえてしまった僕を許してほしい。あ、電話、電話だ。電話。ポケットを探る。ジョーに聞く。探ってみよう。
動く右手でポケットを探るが何も出てこない。ジョーに聞いてみよう。ジョー、お前の方から鳴ってないか。え、本当だ、俺のポケットの中に何か。これか。もしもし、誰でもいい、助けてくれ。音声案内を開始いたします。どういうこと。は、これより最初の試練を行います。サラさん、ジョーさんにはこの部屋のどこかにある鍵を見つけていただき、ご自身を縛る拘束具を解除していただきます。もしこちらが設定した制限時間を超えても解除できない場合、ベッドの装置が起動し、バタンと体をへし折ります。ぜひともこのスリルを全身で味わってくださいませ。制限時間はたっぷりと5分とさせていただきます。あー、デスゲームってこういう感じか。なお鍵は1本しかないため、え、どちらが使うかご相談ください。なんだよこれ、最初の試練、5分後に死ぬ。ああ、どうすりゃいいんだよ。今悩んでる暇はない。ポケット探る、もう一度。何も出てこない、ジョーに聞こう。ジョー、自分の服を探してみろ。やべえ、ポケットから電話取った時になんか落としたかもしんねえ。そんな拾うんだ。わかった、拾った、鍵だぞ、これかな。よし、その鍵を使い、その鍵を渡せ。うわこれ、でもジョーいいやつだしな、でも自分も死にたくないけど、使ってくれ、早くその鍵を使うんだ。いいのかよ、そしたらお前は。さっきの話が本当なら私は死ぬかもしれないけど、ジョー、お前なら何とかしてくれるだろう。わかった、使う。そんでお前も助ける、絶対に。頼んだぞジョー。あっ、くっそ手間取った、どうにかしてサラを助けるんだ。お、セーブ。なるほど、こういう感じか。あ、容量がいっぱいでセーブできないって。あ、待って、でも時間がない。緑の錠前がある。赤色の鍵、ダメだよね、そうだよね。1374って書かれてる。なんだこの数字、これは紙ヤスリが吊るされてる。紙ヤスリ、これは4桁の数字。あ、触ってみようよ。1374じゃない。おっとっと、音が鳴るだけか。音が鳴るだけ、え、なんで、待って、どうしよう。ピンポン、そうだよね、サラちゃん置いていくわけにはいかないよ。え、どうしよう。私を眺めてる場合か。そうは言ってもだよ。ダメだ、部屋にある全てのものは調べた、それでも何も方法がない。そもそもなんでこの鍵は合わないんだ。もう一度鍵を見てみるしか。あ、わかった、これ削れるよ。あ、鍵の先端が削れてきてないか。削れた先端部分から緑が覗いている、これだ。これ元は緑色の鍵に赤色の樹脂がくっついてるんだ。削るものがあれば緑色の鍵に戻るかもしれない。噛みやすい。そうか、これで鍵を削ればいいんだ。削って削って、あー来た、これで使う。どうする、赤色の鍵外れた。よし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 、本当か、今解いてやるからな。ありがとうジョー。
ああ、立てるか。ドアがあるぜ。こんなとこ、さっさと出よう。あ、待ってよ、ジョー。くそ、真っ暗じゃないか。何も見えないな。壁を伝ってつつもじっとしてた方がいい。どうしようかな。でも進むしかないかな、これは。右は突き当たりだ。あ、左は突き当たりだ。右にしか進めそうにないぜ。マジで離れるなよ、サラ。ああ。ただただ、まっすぐに進む。ちょっと待って、俺も焦りすぎて今もう、心臓がバックバック、高鳴りが止まらないんだけど。しかしどこまで、進んでも、一向に光は見えない。長い、とても長い廊下のようだ。それとも大して進んでないのか。じゃあ、あ、スマホの明かりを使おう。さっき使ってたスマホ、あれの明かりであたりを照らしてみないか。ナイス、サラ。お前頭いいな。ちゃんと持ってきたか。あ、置いてきた。仕方ないさ。なんか明かりになりそうなものは、体を探ってるその時だった。お、なんかの可動、駆動音かな。これ聞こえたね。なん、うわ、うわ、下から吹き上げる風？なに、ぷぷぴどぅ？足が地面から離れた。え、上に飛んでるのか。上に？違う。俺たち、落ちてるぞ。床が抜けたんだ。え、長い。高い。どこまで私たちは、なんだか、気が遠くなって。あ、おい、起きろ。お、あ、誰か。もしもし。ジョーちゃん、いつまでも、ほうけてるって言ったっけ、これ。ほうけてる場合じゃないぞ。え、ここは？さあね。あ、生きている。助かったの、一応。怪我もない。あ、人がいっぱいいる。あ、ジョーもいるじゃん。人がいる。てめえら、誰だ？ここはどこなんだよ。パンクな女。あ、随分と、いいキャラだね。巨漢。俺たちも知らんだきゃ。落ち着けって。知らんだきゃ。作業着の女。どなたか説明できる人はいないんですか？エプロンの男。何がなんだか、困りましたね。ほとんどが取り乱した様子で、こちらに気づいていないようだ。一体、何が起きてるんだ？さあ。なるほど、なんか、このメンバーで、なんかまた、やっぱデスゲームってだけあって多数決していく感じになるのかな。ひとまずちょっとセーブしましょうか。さあ、あ、そうか、そうだ。容量なくてセーブできないんだ。ちょっと容量減らしてセーブしますわ。さあ、ということで、じゃあ皆さん、一旦今回はこの辺で終わりにしたいと思います。プロローグが終わって、おそらくこれ第1章に突入した感じになるのかな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。サラちゃんとジョー君合わせて11人とりあえず姿が見えるね。さあ、ひとまずはじゃあこの辺で皆さんご視聴ありがとうございました。面白かったら登録、評価、コメントとお願いします。次回引き続き、この、とりあえずはこの周りを調べていく形になるのかなと思います。ということで、今回はこの辺で次回もお楽しみということで、バイバイ。